지워. 俺だって精一杯やったけどでも今までの全部無駄だったみたいに言うな。お前らさ、もう敵同士じゃないって分かってる？バレーボールはつないでなんぼ。勝負しろよ俺と。
おい、大地さんの話の途中だろうが。何の勝負だ。バレーの決まってんだろ。1対1でどうやって勝負するんだ。パスとか。パスに勝ち負けがあんのか。聞けやこら。騒がしいなバレー部。教頭。先生。先生。喧嘩じゃないだろうね。まさか切磋琢磨ってやつですよな。何かっつうと問題行動にしたから教頭だからおとなしく。サーブ打てよ。全部取ってやる。こら。お前のサーブ去年は1本しか取れなかったからな。俺だっていろんな人たちと練習してきたんだ。もう去年までの俺とは違う。去年とは違う。俺だって去年とは違うぞ。こらこら君たち勝手なことはやめなさいね。あれは1年生かね。落ち着け、ビビるな。おばちゃんたちのサーブで行くぞ。ジャンプサーブ、去年は普通の。こんなサーブ打つやつ、女子にもおばちゃんにもいねえんだよ。それはどこが去年と違うんだ。もう一本。おい、いい加減にしろ。首相の指示を聞かないなんて問題だね。お、反応早い。きっちり正面でボールを捉え。あぶ。こんなことじゃ。あれ、ズラだったのか。気づくの遅えよ。みんな入学式で気づいてたぞ。ブッ、お前ら。黙れ。田中も黙れ。沢村君、ちょっといいかな。